こんばんは。こんばんは。1月21日、しゃべくり松代第117回です。エコールド松代クラブの戦火の活動をご紹介するシリーズ。今日は写真戦火の皆さんにおいでいただいて、写真戦火の活動をご紹介したいと思います。ゲストは写真戦火の小俣光弘さん。こんばんは。よろしくお願いします。北村一美さんです。こんばんは。よろしくお願いいたします。それでは最初に写真戦火の現在の様子、だいたい会員の方は何名ぐらいおいでになるんでしょうか。今40名いますね。40名の皆さん、はい、そうですか。大時代ですね。はい、そうですね、はい、で1年間の主な活動というのはどんな活動があるんでしょうか。まあ、長年続けております撮影会ですね、はい、それから街中にいろいろ展示します展示会、はい、それから我々の勉強として勉強会をですね、基礎からいろいろとやっております、はい、写真撮影会というのは1年間に1回だけでしょうか。今のところ1回、はい、秋の撮影会を1回今絞ってやっておりますけど、はいはいはい、写真撮影会のことについてでは少しお話を詳しくお伺いたいんですけれども、写真撮影会とその写真撮影していただいたのを、確か募集しましてコンテストを行っていると思うんですが、その辺のことをちょっとお話しいただければと思いますが、はい、今、お話しいたしましたように撮影会は1回ですけれども、松代の四季折々のですね、風景であるとか街並みを映していただいたアマチュアの方から募集しております。それが、松代の四季写真コンテスト募集というのでございます、はい、で昨年行って何点ぐらい応募があったんでしょうか。はい、昨年は132点でございました。132点、はい、例年やっぱりそのぐらい、はいはい、例年はだいたい100枚前後なんですが、はい、昨年は特にですね、はい、街並みがきれいになったり催し物多かったというようなことで、はい、多数覚えてありました。ありがとうございます。はい、当初はですね、もう今回9回だったと思うんですが、はい、割とその、秋の誘惑の写真が多かったと思うんですけれども、松代の四季ということで、はい、より大勢の応募があったんでしょうかね。はい、そうですね、はい、まあ、ご存知のように特徴は、うん、東条の庵図であるとか、はい、それから西条の方の庵根のなんですか、バラですか、この辺から手始めしてたんですが、はい、最近はもう街並みが非常に綺麗になってきたので、はい、そこの応募が非常に多くありました。あ、そうですか、はいはい、ありがとうございました。それでは、昨年の表彰式の様子を少し見ていただこうと思いますけれども、ちょっと今パソコン不具合で、はい、ってなっておりますので、ちょっとじゃあ作品、残念ながら
受賞された方のインタビューしてあるんですけれども、ちょっと出ませんので作品をご紹介したいと思います。まず推薦の西野入さんの作品です。パフォーマンスという作品タイトルで、これは昨年あの子どもたちに甲冑を作ってもらって、それを真田祭りに、ねね、来て、はい、あの行列に参加したというその様子ですね。はい、街中でね、よくあの皆さんの子どもさんの、ね、ファミリーの、はい、様子がよく映ってるかなと思いますけど、ね、そうですね、はい、出ましたね、はい、出ましたのでね、ここからまたちょっと見ていただき、まだこれ出ますね。どうも先2012松代の式写真コンテストの表彰式が行われました。先ほどのところ行って止まってしまいますね。はい、ゴールド松代のクラブハウスで本日写真コンテストの表彰式が行われました。今作品が並べられておりますが、この作品が今回、はい、はいはいはい、それではやはりあのちょっとあの機械の調子が悪いようですので、こちらで画面で紹介したいと思います。先ほどの、西野入さんの推薦の作品はご紹介しましたね。では次の特選の宮沢秀夫さんの作品です。これは題名は午後のお出かけという題名がついておるんですけれども、実は秋の遊学文化祭には着物のモデルさんが毎年2名出ますね。はいはい、その方を撮った写真ですね。はい、次の、こちらは松本さんのやはり特選の作品で、天まで届けという作品です。これは真田勝どき太鼓の、そうですね、ですね、はい、まあ、盛大な壮観な感じでね、そうですね、ものすごい音をして、はい、いい方と思いますね。あのとても勇壮なのが ね、あの写真にもからも分かりますね。はい、そんなことでやはり選ばれたんでしょうかね。はい、今推薦と特選の2点3点をあの見ていただきました。まだまだ、準特選それから入選の方たちたくさんおられるんですけれども、実はこの、入選作品を入賞作品を中心にこれから、写真、何点か見ていただきますかね。そうですね、はいはい、これは樋口家住宅、これはあの、横竹住宅ですね。横竹住宅ですね、はいはいはい、もう少してください。これは文部学校長野一風景ですね。はい、モデルさんが傘を差してですね、はい、アップしてください。こちらの写真は、あ、これは、象山神社の七五三の写真ですね。はい、そのスタッフです。はいはい、今回はこういう写真も応募がありましたね。そうですね、はいはいはい、もう一つの作品、こちらは真田祭りの、そうですね、これはあの真っ白城でですね、はい、昔の鉄砲を打って体験しているところですね。はいはい、ものすごい音をして壮観な感じがいたします。はいはい、このようにたくさんの作品が、ね、はい、あの寄せられますね。これもまたモデルさんを写した写真でしょうか。はいはい、お茶を、これは山寺定山島の、ね、お茶を一休みという感じですね。
はい、このようにたくさんの写真を応募していただいて、で表彰式を行った。でこの作品が確か、これから巡回作品展を行っているんですけれども、はい、その辺の日程のところをお願いいたします。はい、はい、それでは私の方で申し上げましょう、松代写真コンテストの巡回作品展ですけれども、もうすでに、松代荘では12月から行いまして、その後、山寺定山邸でももう住んでおります。今日から、1月中は松代郵便局です。2月1日からは旧樋口家住宅 で2月17日からは旧前島家住宅、3月3日からは信州松代ロイヤルホテル、3月17日からはここ松代町歩きセンターで、作品展が行われます。ぜひ大勢の方に見ていただきたいですね。はい、そうですね、はい、今の予定をですね、曲がりょうさんの方からご案内いただきましたけれども、ぜひ大勢の方に、はい、この地域の方がですね、はい、大勢見ていただけるようによろしくお願いいたします。それと、おひな祭りとちょうど重なる期間もありますのでね、はい、おひな様も一緒に見ていただいたりすると、またよそから来た方は松代のいろいろなことが行事とも分かっていただけていいですね。そうですね、はいはい、ぜひお願いいたします、はい、ありがとうございます。それではこれからの活動ということで少しお話を伺いたいんですけれども、撮影会がまたすぐあるんでしょうか。ひな祭りの時の撮影会は、はい、はい、撮影会3月3日、はい、ひな祭り写真撮影会を、はい、流しびらですね、はい、これをやらせていただきます、はい、続きまして、4月14日ですね、はい、これは春の、遊学文化祭、はい、これにちなんでですねやらせていただきます、はい、こんなことでございます、はい、それから先ほどお話ありましたように、いつも、大きい、エコルの松代の大会、なんですか、エコールド真っ白の展とか、それから、真田呪文学祭りにはね、和服の方をね、はい、いつもモデルいただいているこれが大好評ですから、はい、今年もそんなことをやってきたそうですね。今お話しあった春の遊学文化祭っていうのは例年、昨年までは秋にやっていたのを、今年はちょっといろいろな諸事情で春に行うということで、はい、4月の13、17に行うで写真撮影会は4月14日という予定になっておりますね。はい、はい、それではね、その他に松代は写真を撮っていただいたらとてもいいという場所がたくさんあると思うんですけれども、そんなことのご紹介を少しお願いいたします。はい、はい、アップしてください。はい、松代はですね、いろんな花がありますけども、特に、桜の花が中心になっております。ご紹介いたしましょう。真っ白城の関係ですね。はい、はい、次に行きます。これは、文部学校とか、歴史の道小山田家住宅というふうな、写真です。この写真は水上山ですね。水上山にもこんなに桜が、結構綺麗に、ね、あるんですよ。あ、そうですか、はい、やはりその時期でないとそうですね、わからないからですね。こっちの方はずっとね、水上山ですね、はいはい、こちらの方は、明徳寺ですね。明徳寺も古い古木の、ね、桜の木だからありまして、ね、素晴らしいですよね。素晴らしいですね、はい、こちらはこれは、西条のですね、桜のものすごい太い木がありましてね、はい、真っ白では一番太い素晴らしい木かなと思います、はい、一本遠くから見えますのでぜひご覧ください。西条のどの辺でしょうか。清水寺の近くですね。清水寺の近くです。はい、はい、これは個人のお宅、こっちの方は個人のお宅ですけども、これは、真っ白城から見た、ところですね。これが手前は菜の花ですか。菜の花、はい、それから中学校の桜、あ、中学校の桜、それから遠方に、天飾山が見えます。天飾と奇妙山とかが見えるんですね。はい、はい、で下の方は、
佐久間道山の有名な佐久間道山のじゃなくて、道山神社になります、はい、それでこちらの方下の方は、真田邸になります。真田公園になります。真田公園、はい、はい。先ほど紹介がありましたように、試合場にですね、あんずが素晴らしくいっぱいあります、はい、これですね、はいはい、ぜひ、ここまで来てですね、あんずとアルプスをご覧いただければと思っております。そうですね。これ下の紅葉しているのは、あんずの実の写真と、ね、秋のあんずの木の紅葉ですね。はい、そうですね。はい、こちらはこれは恵美王子になりますね。はい、はい、西条の方の大白州ということで非常に珍しいお寺さんですけども、はい、登録有形文化財になっているお寺さんです。花がいっぱいありますので、ぜひ、おいでいただければと思っております。はい、そうですね。はい、今たくさんの撮影場所、お花の、特にお花、これから春の、花を紹介していただきましたけれども、松代にはたくさん写真を撮るスポットがたくさんあります。写真専科の皆さんは写真撮影会なども計画いたしますけれども、皆さんも町を歩いてたくさん写真を撮っていただいて、また今年行われます松代の四季写真コンテストに応募いただければと思います。今日はエコールド松代クラブの写真専科、小俣光弘さん、北村一美さんに お話を伺いました。お二人どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。しばらくあれしましたけどね。片桐さん何パーソナリティ？パーソナリティはね、ここに三田さん。三田さんね。で、私はね、今日臨時でもってこれをね、臨時でもってあれしましたもんね。紹介。内容はよく分かっておりません。片桐さん何分かんないで出てきたの？でやっぱりこれ出さなきゃ来週のお知らせにならないから。そうですか。どうぞご覧ください。ご覧くださいですか？そう。それだけ？はい。はい、池田正夫さんのね、はい、今年でもって、ね、15周年なんだそうですね。書いてあるから、書いてある、まあ、読んでるんですけど、ね、はい、はい、そんなことでね、はい、ぜひまたご期待いただきたいとこんなふうに思いますので、よろしくお願いします。それだけですか？そのだけです。分かんない。以上、それ以上だそうです。あんまりこれ以上言うとボロ出るから。あ、そうですか。分かりました。はい、よろしくお願いします。だそうですので、はい、それではよくわかりませんが、来週のしゃべくりますよ。どうぞお楽しみに。あなたの街、しゃべくり松代、また見てね。